怪しい。何？何かに狙われる私。これぐらいの時間からならどう？サンセットモールの地下は。ん？っていうかこれは、もう一個のクエスト。どこだ？あれ？あ、こっち側にあるんか。これだね。これの、ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。オッケー。あいつはいつまであっこにいるんだ？人もうろついてるんだけど、見つからないのか？じゃ、とりあえず、桜中央シティの、まさかの。マジかよ。マジかよ。このタイミングかよ。このタイミングって失敗したら朝になるじゃねえか。私のこれまでの苦労を返してくれはしないか。返してくれはしないか。もう言葉もうまく喋れねえよ。でもまあ一応広いところかな。鍵を探して襖を目指せ。鍵はどこっすか？鍵は。あそこだ！何？浜辺だ、浜辺。あー、チャリは使えない。チャリは使えない。よし。こっちからは降りられないわけね。よし。とりあえず鍵はすっと持っていけそうな感じだ。はい、鍵。襖を目指します。襖はどこだい？あっちか。ダッシュダッシュ。よし。今回はいい感じでいけるような気がする。助けてー。あっこだ、襖。みんな振り返るんじゃないよ。はい。おっしゃー。待って待って、長押し長押し。おし。鬼玉はつかめていないけれど、クエストをクリアしたいんです、私。脱出。よし。鬼ガシャを回す。あれだよ、時間、クエストに時間の関係ないやつなら鬼玉を集めようと思うんだけど、スタミナもお手に入れた。朝になってないよね。よし。一度も見つからずに脱出できたのに。いくら恐ろしい鬼でも見つからなければなんてことないだに。次もこの調子で頼むだに。あ、しかもいい感じの場所まで移動してきたんじゃない？そんなにいい感じの場所でもないか。どこだっけ？あれ？ん？あ、こっちか。こっちだね。あっこだ、あっこだ。あの、長花とかいるとこだよ。ん？これぐるっと回らんといかんのか。あ、いや、こっちから行ける。オッケーオッケー。はい。入れてー。もしかしてまだかな？よいしょ。いや、人がいっぱいいるな。ダメだわ。あの扉から行けるの？さあ、まだダメだ。あ、さっきのなんか、多分居酒屋かなって言ったとこの。どうもどうも。ああ、わかるわかる。わかるな。お前の気持ちはよくわかる。うん。何それ。二人ともさっきから僕の悩み真剣に聞いてくれてる？あ、女の人の話聞きようかと思った男の人二人で。うんうんうん。あるある。そういうことあるある。あるよね。妖怪に取り憑かれてない？大丈夫？この辺妖怪いない？なんかちょっと、妖怪あるあるみたいな。おらんな。素でこんな感じだ、気にするな。まあ素でっていうか酔っ払っとんかな。時間までまだあとちょっとあるな。長いね。あ、ここ通れるやん。開けとこ。ほらほら。
雪女の裏道。何それ、雪女おるん、ここ。いなくね。とりあえず宝箱だけ拾っとこうかな。よいしょ。古びたコインを手に入れた。よし、これも。マイニャンパーツ、お兄ニャンの声を手に入れた。お兄ニャンって何？お兄ニャンって何？ちょっと2回言うけど。バリウムスナックを手に入れた。バリウムスナック落ちてんじゃねえか。お、ここ。雪女。なんかお店の中入ってきた。ねえ、この人潰れてない？大丈夫？死んでない？ねえねえ。いらっしゃい。あら、いらっしゃい。君にはこれを売ってあげるわ。どれよ。見せなよ。ジャガジャガチップス、バリウマスナック、どっさりチーズコーン、雪かきピー。雪かきピー。へぇー。ありがとうね。次はもっと大きくなってから来るのよ。要はおつまみね。な、お客さんと話できないの。向こう側から入るということか。次はもっと大きくなってから来るのよ、じゃなくってさ。どこから来やがったっていう方が先じゃね。ふっ。何、誰？ねえねえ、そこの君。しばらくの間、この箱を預かってくれないかい？怪しい。何？何かに狙われる私。赤い箱を手に入れた。何これ、玉手箱やない。え？そんなこと急に言われても、いつまで預かればいいんですかね。さあ、どうだろうね。もう一度僕が取りに来るまでかな。それまでは絶対に、この箱を開けちゃダメだよ。いいかい？絶対だよ。じゃ、よろしくね。怖いんだけど。今の箱何？持ち物。どこや？これ、どれ？赤い箱なくね？こっち？野草美だな、これ。道具？赤い箱。これだ。赤い箱、絶対に開けてはいけないと知らない人に押し付けられた箱。何が起きるかわからない。へえ、怖いよー。これは放置するべきか。放置するべきだな、きっと。どこ？雪女。これか、雪女。この人潰れとるって。辛い。娘に汗臭いから嫌って言われた。本当に辛い。潰れとんじゃないんよ、悩んどんか。ああ、この店のママさんはいつ見ても綺麗なんだよな。ついついスナック菓子をいっぱい買っちゃうんだよね。気持ち悪い。ヘイヘイ、ホットなビートに乗せて。見せつける君のヘヘヘヘイ。君のヘヘヘヘイって言われても。どこでもヘイヘイ、いつでもヘイヘイ、ロックンロールなヘヘヘイヘイ。歌ってんのか、この人。まだもうちょっと時間あるんよな。てかあれだな、うろついてたら、変な人とかいるもんだな、怖いね。この病院、あ、病院ってあれか、博士が入院しとったとこやね。博士はもう無事なの？チーズケーキを手に入れた。こんなとこに落ちてるようなケーキ誰が食べるんだ？妖怪か。妖怪だな、うん。目的地を決めずにブラブラと散歩するのもなかなかいいもんだぜ。今まで見落としてたものに気づいたりして、意外と新しい発見があるもんなんだ。てかあれやね。普段やったら、こういう風にいろんな人と話す機会がないけん、こういう時に話を聞いて回るっていうのもいいかも。あれ？この時間になったらあれなの？にゃんぱち先生いないの？ねえ、いつもここにおるのにね。動くんだ。そこに自転車が捨てられてるだろ？ああいうの見ると悲しくなるよな。なんとかしたいとは思うんだけど、ああいうのってどうすればいいんだ？あれだよ、あれあれ。あれだって。自転車マニアに見せればいいんじゃない？修理とかしてくれそうやん。お。ジャガジャガチップスを手に入れた。こんなとこに落ちているものを。ダメだよ、ダメだよ。あれやろ、なんか昔さ、ちびまる子ちゃんの話であったけど、カードだけ抜いて、ポテチを捨てるみたいな。中継検知玉を手に入れた。なんかそういう話があって、私が漫画読んだ時に。結構みんな広範囲移動するんやね。普通にその辺の人とかも。
電話の、なになになに、電話の音が聞こえる。持っている赤い箱の中から。赤い箱を開けて電話に出ようか。え、どうする？出てみよう。赤い箱の中にあった電話に出た。怖い。絶対に開けるなって言ったのに。でももう戻れない。望みを叶えるまで戻れない。叶えましょう、叶えましょう。あなたの望みは何ですか？お尻がムズムズ。襲われてハラハラは絶対嫌だ。尻尾を振り、お尻がムズムズ。何それ？あなたの願い叶えます。え？何？どうなったの？あれ？お尻がムズムズしてきた。え？何？どういう願い事？お尻がムズムズしてきた？なんか音楽変わったんだけど、なんか、え？何今の？なんか、ね、お尻からハート出てる。気も、お尻からハート出てるんだけど。何これ何事？セラピアズの新作グッズを買いに青葉へ行くところなの。青葉はここから一駅隣だから気楽に行けるのがいいわよね。ねえ、ちょっと私のお尻見てよみんな。なんかお尻からハート出てんだけど。ね、これ何事恥ずかしいんだけどやめて。何これ恥ずかしめですか？銀のこけしを手に入れた。銀のこけ、これいつまで続くの？助けて。助けて、超間抜けなんだけど、私。どういうこと？ってことは、襲われてハラハラも大したもんじゃなかったんじゃないかな。うわぁ、もう嫌。タクシーのおじさん。気分転換に外の空気を吸っているんだ。この人、自転車マニアと同じような感じ。いや、もじゃもじゃ頭だったな、あの人は。タクシーの運転手として万全の状態でお客様を運ぶという使命があるからね。かっこいいな、おじさん。もう何を言ってもダメだわ、私。間抜けにしか映らない。今日もサンセットモールでいっぱい買い物してきちゃった。またバイトでお小遣い稼がなきゃ。そよ風ヒルズの向こうの方から毎日バスで通ってるんだ。そろそろマイカーを買おうかな。結婚するならマイカーとかやっぱあった方がいいよ。家族で出かけたりするやろうけんね。ね、この金の卵なんなん？特に何もないんか。ね、恥ずかしいんですけど。もうちょっとかな、時間。まだかかるの？よし、チャリに乗ってやる。チャリに乗っても。やべえ。すいません。すみませんね。でも今こういう状態なもんでして。散歩しとったらうっかり夜じゃ。早く帰らないと孫に怒られる。しっかりしたお孫さんやね。姉さん。あら、こんな時間にどうしたの？迷子なら交番に連れてってあげるわよ。いや、いいです。せっかくこの時間までうろちょろしてるのに。ね、この間抜けな感じをどうにかしてくださらないとちょっと。え、私この感じでクエストをこなすの？なんてことだよ。あ。よし。癒しの天使ちゃんを手に入れた。癒しの天使ちゃんとかいいから。今日は朝までカラオケだからね。望むところよ。とことん歌い明かそうじゃない。私朝から夕方ぐらいまでさ、8時間ぐらい友達とカラオケおったことあるよ。でも女の子同士でカラオケに行っても普通に喋り出したりとかするけんさ。結局途中普通におしゃべりとかやったけど。もう、何これ？どういう状態？ねえ、あの恐怖感返してや。間抜けすぎるんだけど。いや、恐怖な出来事が起こるのも嫌だけどさ。これも嫌だよ。あ、ちゃんと信号待ちようやね。福の宮から電車に乗ってきたんだけど、ずっと座ってたせいか腰が痛いよ。やっぱり運動不足なのかな？桜スポーツクラブに通ってみるかな？ね、でも信号を押さないとこれ渡れないよ。いや、渡れるけど、信号変わらないよ。信号変わったら歩き出すかな、この人。変えたよ。歩き出さねー。あ、そろそろ行けるかも。助けてください。よし、どうだ。
入れない。これで人いっぱいいるじゃん。どういうことよ。こんな恥ずかしい思いまでして。関係ないけどさ、こっちに行ったらどうさ。どこなの？何なの？ちょっと君邪魔だよ。あれ？どこに行くんだこれは。ちょっと待ってよ待ってよ。もしかしてこっち全然関係なかったりとか。サンセットモールの地下。あれ？こっから行くんじゃないのか。こっちは中、あ、こっちか。よし。桜中央地下街。よし。どうよ、サンセットモール。あれ何？緑のやつ。お店か。なるほどね。そういうことね。あれ？この辺よね。多分。いないよ。やっぱりこの時間でもダメなのか。あ、下にいるじゃん。どこどこ？どこにいるの？てか私がうろうろした理由は？出てきた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。